よっしゃさん、iPhone 綺麗ですね。やっぱ iPhone ね、カメラの機能がすごく上がってきて、私ね、デジカメとかね、それからいろんなこの一眼レフカメラあるんですけども、まあ使わなくなりましたね。で、カメラ転売もやめた時期すごく良かったなと思うのが、まあ、しっかり稼いでカメラ転売教室も売って、で、iPhone の機能が、性能がね、ここまで良くなる前にやめて良かったなってことですよ。これからね、中古の iPhone の転売の方がいいんじゃないかなと。というのがね、 iPhone って使わなくなって契約切れた iPhone の古い方でも持っておけばそのままデジカメになるんですよねすごく使いやすいなと思いますということなんでね今回 iPhone の12これをまああの隠居してですね13にするんですけども私はマックスプランでね20万くらいするんですけどもあの iPhone の13をねマックスプランで1テラで契約しようかなと思います iPhone Pro Max ですね一番高いやつを使ってで まあ言ってみればその山の頂点からいろんなものを見てみようかなと思うんですよ。もちろん自分の使わない機能もね多分あるでしょうけども,もう最大限これね使ってみようかと思うんですよ。プラスですね実はですねい iPhone のね新しいやつ買おうかと思うんだけども最もいいプランってないって早速相談したらねすぐ答えが来まして久保さんと法人契約すると iPhone の SE が1個無料でプレゼントですよとそれをすぐ売ったら2万5千円ぐらいになりますと言うんですよ。 とということは私の場合は1割引きぐらいでね実質買えるってことなんでそれいいじゃないかみたいな感じですよね。うん、これいいですねうんまあ、ふゆうにねあの情報発信してるとあのいろんな情報が集まってきます。これねあのまさにそのヒルズクラブで 言われたことなんですけどもどうやったら情報が集まってくるかっていうのは惜しげもなく情報を出しているといいって言うんですよそれが今はね結構意味が分かってきてどういうことかっていうと私は何でもかんでも放送するんですよね吉田さんもそうだと思いますけどもそれこそ有料情報でも知ったらすぐに無料で情報を発信するんですよそうすると情報の拡散力がない人が久保さんこれもいい情報ですよっていうふうに教えてくれるんですよおそうかみたいな感じで放送するじゃないですかあとね詐欺商品がね来なくなりましたね 私のとこに来る情報ってのは基本的にインチキな商品はあんまりないんですよ。私が探しに行くと当たるも発見になっちゃうんですけども、なぜね、私に紹介する案件がインチキがないかっていうと、インチキだったらね、インチキだよーっていう風に放送されちゃうから、もうビビって来ないんですよ。まあたまに来ますけどね。そういう感じでフィルタリングされた情報が集まってくるんで、情報発信できるようになると得だなと思いましたよね。まあ確かに情報発信の力で言うと、そんなにね、影響力は私あるとは思えないんですけども、ただね、 チャンネル登録1万人があるっていうのは結構なポイントになってくるんですよ、うん。これはね、やっぱりね、あの、情報を拡散しようと思う方っていうのは、あの、チャンネル登録1万人が一つね、ポイントになってくるそうです。で、10万人を超えると、今度ね、紹介のためのギャラがかかってきたりとか、交渉が難しかったりするらしいんですよ。まあ、ですんで、1万とか3万とか5万っていう、こういうふうな銀の盾をもらえてない程度の YouTuber、なおかつ1万人以上っていうのが、 あ情報がねあ、届きやすい、一つのポイントになってるそうなんですけども、でも私も10万人行きたかったですね。うん。行きたかったっていうのはもうこれからね、多分10万人とか100万人とか目指す、そんな時代じゃないと思うんですよ。もう完全に10万人行く人はとっくに行ってて、これから目指す人は10万人行かずに、1000人でも2000人でもいいから、チャンネル登録をね、確保しといて、それからやっぱり10人とか20人の視聴者さんにどういうふうにアプローチしていくかっていう時代に入ってくると思うんですよ。量より質な時代ですよね。 だからここまでで量で勝負できなかった人は、じゃあ質の時代だから質を高めていけばいいんですかっていうと、そうはいかないと。量ができない人が質はできませんので、まあ YouTube は次去ったチャンスだと思って諦めていただくしかないかなというふうに私冷静に思いますね。でも本当にね、そうは言っても自分の視聴者さんが一人でもいるんだったらね、その一人にしっかりと商品丁寧に説明して売っていけばいいと思うんですよ。例えば私。私が視聴してるってことは結構ね、希少だと思うんですよ。偉そうに言うわけじゃないんですけどもね。 YouTube をやっていて、久保哲郎がいつも見ているって、そんな YouTube チャンネルが作れたら、私に商品は必ず売れますよ。だから自信を持ってね、私に売ってもらいたいと思います。じゃあ今回は以上ですかね、吉田さん。じゃあ今日も行ってみましょうか。私も早くね、新しい iPhone で綺麗な画像を撮りたいですね。私の場合は1 t ラで、え ProMax、ー、う一番いいやつにしようかと思います。それで、法人契約で SE をもらっちゃおうみたいなね、SE はすぐに売りますよ。行ってらっしゃい。